そのままお待ちください。あなたの役割は、シニー。夜になりました。そのままお待ちください。そのままお待ちください。朝が来ました。初日の襲撃はありません。4番さんが発言します。はい、お願いします。特に資料ないです。まあ、そうですね。まあ、余剰縄が、まあ、一つしかない村なんで、まあ、大事にしていきたいなって思います。はい。まあ、基本的に、まあ、めっちゃ黒いなと思ったところに、まあ、余剰縄使いたいんですけど、もうマジで、まあ、一周対話しても、もう言ってることが理解できひんときは、多分そこに投票してしまう可能性はあります。で、まあ、霊媒師と占い師は一周目から出てきてほしいです。はい。まあ、霊媒師は別に好きにしてもらっていいんですけど、結論から言うと、まあ、ローラーするんで、出てきた瞬間、2枚出てきたらローラーします、3枚でも。占い師に関しては、ちょっと絶対に出てきてほしい理由があって、ちょっと真偽深めたいんで、占い師としての発言1周目から聞かせてほしいです、感じで。はい。そして前の人には必ず触れていってほしいな。まあ、ありきたりな発言しかできないんですけど、まあ、1周目はこんぐらいにしといてって感じで。5番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ、そうですね、まあ、4番さん、まあ、余剰縄を大切にしていきたいっていうのは、まあ、なかなか僕聞いたことないんで、なるほど、縄をね大切にして、まあ、しっかりね、まあ、人外らしい人物を釣っていく。で、まあ、4番さんの進行論からも、なんだろう、精査意欲というか、うん、感じたんで、まあまあまあ印象はいい。あとそのね、余剰縄数をしっかり考えて、まあ、初週から発言できるのは、まあ、素直にね、4番さんが人外であっても、まあ、うまいな、すごいなっていう印象。まあ、4番さんが同じ村人陣営だったら頼もしいな、ぐらいですかね。まあ、そうですね。まあ、理由。発言する際は、まあ、相互理解に努めましょうっていうところですかね。まあ、理解できなかったら、それをまあしっかり追求していくみたいな。はい、それぐらいですね。まあ、4番さんとほぼほぼかぶってしまいましたが、まあ、僕の1周目の発言は以上です。6番さんが発言します。じゃあ5番さんが人間やったときは、4番さんがもしかしたら人外かもしれないんで、懸念だけは持ってほしくて、まあ、4番さんに関しては変な人がおったら、そういう理解ができなかったなを使っちゃいますっていうんだったら、まあ、4番さんもそうやし、他の人もそうやし、うちもそうやけれども、例えばこの9人の中で村人陣営っていうのは6人いるじゃないですか。誰かが例えば1人変な人が感覚で喋りました。でも感覚はわからない人がいる。誰かしら1人汲み取る人多分出てくると思ってるから、例えばその人が変なこと言ってる人が村に見えると思うやったら、噛み砕いて言ってあげたらいいんじゃないかなと思ってるんやけれども、ね。まあ、でも4番が言ってる理由はわかる。4番5番比較したらこっちなんかこう変になっちゃうけど、5番さんが4番さんとめちゃくちゃ一緒になっちゃうんだよねって、余剰なのわかるわって言うけど、え、どうなんみたいな感じしちゃった。ほんまに言ってるのも5番さんなんとか思っちゃったけど、じゃないでしょうか。まあ、すいません、私失礼のなんですけど。以上、丸。7番さんが発言します。はい、6番さんで白が出てます。お願いと。
は別になんかおかしなこと言ってないんだから、だから別に4番5番関しては別に、まあ、変じゃない結論だと思ってるから、まあ、別になんか2周目かなと思って聞いてました普通に。だから6番さんと違って別になんか俺は5番さん本当のことを言ってるんじゃないかなと思って聞いたけどね普通に。でも思ってました以上です。8番さんが発言します。はい、おはようございます。占い師でした。9番さん白と出ましたので把握お願いします。で、まあ、対抗の7番さんは偽なんですけど、まあ、老か強かはまだわからないかなっていうところです。で、まあ、6番さんが、まあ、5番さんにちょっと違和感を感じている。まあ、5番さんが4番に結構便乗気味だったのが6はなってるっていう感じだったのかなって思うんだけど、まあ、5番さんは結構4番さんの、印象を、ね、2番手、だけどきちんと述べていて、さらに狼だったら嫌だな、同じ陣営だったら頼もしいっていう思考まで落としているので、5番さんって4を黒とも白とも見ずどっちのパターンも見ている観点から、あんまり私は別に怪しいなと思いませんでした。4番さんも別に気になった。9番さんが発言します。はい、お願いします。若干ですけど、7番さんが気になったことがありまして、5番さんに対して、僕は、多分素直に思ってることを言ってるんだなと思ってました。まあ、その4番さんに対して、初めて聞いた進行論で、なんかいいなみたいな。だけど人狼だったら怖いなみたいな、で僕も思ったんですよ。それで7番さんも5番さんにそう思ったんですけど、なんでかっていう根源が、4番さんがあなんかこの人アキアキ喋っていいなっていう、ここが大前提なんですよ。7番さんはそれがないけど5番さんは素直に言ってるって言ってたから、あこの人はちょっと違うんだなと思っていました。あなたの発言です。はい、7番の人が9番にとっては理由っていうのがなんか抜けてるってことでいいのかな。4番に対して確かに聞かないっちゃ聞かない、まあ人縄しか村釣れないってことだと思うんだけど、簡単に言うと余剰縄は7じゃなくて確かに聞きにくいなと思いますよ。まあそれを、まあ、聞いたことないなっていうのは素直な気持ちで、あとなんか、まあチームなんか一丸となってみたいなワードが出てたような気がするけど、5番に。ただわかんないよ、その4番と5番の余剰縄とその、チームでなんか戦うみたいなワードが、本当にこれが村で言ってたらいいなとは思いますけども。はい。はい、そんな感じで印象ですけど、7番のそこが4のあれが指摘ができてないから9がちょっと疑ってるぐらいなんだ。7はちょっと完璧に聞いてないけど、8と7はまだ分からないってとこですけども、はい、まあ、4号村だったらいいなとは思ってますよ、はい、2番さんが発言します。なんで村だったらいいの、まあ、よく分かんないわ。まあなんとなく思ったのが7番8番の5番の触れ方がなんかグレーコンしてる狼っぽいなって思うんだよね。なんかこの5番って別にさ、まあ、これはなんか4番の腰巾着になりそうで嫌だなとか思ってたんだけど、5番の考察と「へい4番さんついてきます」みたいになりかねないじゃんか。で4番の狼がを懸念した時にちょっと邪魔くさいなと思ったんだけど、まあ、それをねなんか言いたいことを言っているだとかね、なんか説明をしているだとか言ってる7番8番が5番の白好きしてるっぽいなとかって思ってるから、まあ、78進路かなと思う。で、まあ、9番は、まあ、前提にあるのが4番がハキハキ喋ってるって言ってたけど、まあ、5番目線で見た時に4番に思ったことを言ってそうっていう風に言ってることも通るから、7番が言ってることはあながちなんかそこが要素だって言ってたけど要素じゃないと思うから9番が黒いなって単純に思った。
3番さんが発言します。はい、お願いしますね。ちょっと今の2番さんの発言でちょっとなとは思ったんですけど、俺1番さんの発言って結構おかしくて、2番さん、まあ4号村な何がいいのって言ってたのは良かったんですけど、2番さん1番さんおかしくなかったでした？4号村だったらいいなって仮定した場合、まあ2番さんの発言はまだ聞いてない段階だったら、1番さんの目線で9番さんに向くはずなんですね。占いが、まあ、分かるうちだけは分からないが、1番さんの目線が9に行くはずで、その9に行く指摘が全くないっていう1番さんって、俺の中ではあんまり よろしくないなっていうふうには思ってますね。だから1番さんが今のとこ、一番何者かが予想つかないんで、1番さん取りたいなとは。以上です。4番さんが発言します。まあ占い審議間違ってたら申し訳ない、ストレスかけたら申し訳ないけど、8番さんの方が真かなと思ってる理由は、まあ、5番への汲み取り能力が、まあ、占い師としての、まあ、汲み取りなんかなと思いました。はい、まあ、結論から言うと5番は4番の、まあ、両面性を取ってしっかり精査してるよねっていう8番の6番の指摘は、まあ、綺麗なものかなと思ったんで、7番8番比較したら、まあ、8番さんの方が普通に真っぽいかなと思ったのと、まあ、3番さんは2番使って1番殺そうとしてるんですけど、3番さんが思った1番さんへの黒要素をそのまま直接伝えたらいいと思うから、まあ、それを2番に当てるのはちょっと微妙かなと、いびつかなと思ったので、まあ、3番さんもちょっと気になったのと、まあ、灰に関しては気になってるけど、ちょっと3位置はまだ定まってないって感じ。まあ、2番が言った77番8番進路を仮定したら、まあ、5番は人間なんかなっていうのは、まあ、汲み取れたかなって。9番さん色落ちなくて、まあ、6番さんが決めたらいいけど、まあ、1番さんは、まあ、4番5番がちょっとでも裏に見えたから、そのまま自分の感覚は当たっててほしいと思って4番5番が人間やったらいいなって言ったのか、まあ、そもそも違う理由ならば、まあ、それはまあ普通に素直に答えるべきかなと思いました。僕も気になったんで、いや9番2番3番君の中で村じゃなかったら、じゃあ村で会ってほしいなと思わへんのって普通に素直に思ったから、まあ、一番最初気になったって感じです。はい、そんな感じ。まあ、9番の発言、まあ、5番に投票することはないかなって結論。あと2番さんに1個思ったのは、そのまあ4番の狼を捉えた時、2番がね、まあ、5番がちょっと邪魔者になるかなと思ったかもしれないですけど、5番さんが7番8番新郎で、まあ、5番人間に見えてんやったら5番に投票することはないでしょうねって、まあ聞いときます。2番さんにどうですか？2番さん5番さんが発言します。いや難しいですね。78に関しては、まあ、これ4番さんも言ってたけど、まあ、8番さんの6番さんに対する指摘の方がしっかり僕の発言を聞いてるなとは思ったけど、7番さんの言う僕がね思ったことをっていうのは、まあ、7番さん自身の、まあ、これ9番さんが指摘していたけど、まあ、理由を言わず、まあ、汲み取って、まあ、発言してくれたっていう可能性もあるから、まだちょっと78はね審議つけられないかなっていうふうに思っていて、3番さんがね弱おかしい、4番さんとは違う理由、1番さんって9番さんの意見、7番さんに飛ばした把握太鼓いますか？ああ、それなら4番さんかな。まあ言う説明の続きをすると、1番さんって9番さんが7番さんに投げかけたところを、まあ、一応触れていて、そう審議かけようとして、結局まあ気にならない、多分9番さんの意図を汲み取って、まあ、あまり気にならない人物だっていう評価ね。で1番さんが5-4に対して村だったらいいなっていうのは、まあ、あくまでその4号の最初の発言聞いて、まあ、そう思っただけだから、なんだろう、3番さんが1番さんに言ってることと、あと4番さんが1番さんに気になった3番さんの意見を弱借りてたかな、まあ借りてはいなかったけど、そこが3番さん4番さんおかしいかなって。まあ2番さんがね僕に対して4番さんがローだった時の邪魔位置っていうのはあくまで可能性、まああくまで懸念材料だから、なんかそこを4番さんが2番さんに対して気にして発言しているっていうのは4のローもあるのかなってっていう感想ぐらいですかね。はい、6番さんが発言します。
3番に聞きたいけど、5番めっちゃ殺したいねんけど、3番が多分ね、言ってる理論も分かってて、1番は多分言葉足らずなんやったと思う。1番って4番、5番が人間やったらいいなって言うけど、9番形白やし、4、5、9、まあ、9番も弾いて、まあ、1番も自分が人間にしようするんやったら、まあ、4、5、9、9番を触れずに、4、5、1、ここが人間やったらよかった、いいな、プラスその中に騎士も混じってる可能性もあるかもしれへんから人間やったらいいかなって言って、言葉足りひんしたやと思ったかな。あ、まあ、どうやろうね。なんか5番は微妙かな。なんか4番が言ってたその8番は5番に対して5番は4番の少なからず狼懸念はしてて推理してたよって言うけど、うちそれ5番にまるまる言ってるし、5番さんじゃあ人間やったら4番さんの狼っぽいところを探せばよくないかって言ってるだけやから、ただ復唱しただけじゃない。なんか聞いてないような感じで言われたけど普通に言ってるから、なんか4番が叩いてる7番8番やったら8番が心象よく映るっていうのがよくいまいちわからなかったかな。どうやろ、なんかでも4番の話聞く限りはなんか狼っぽくはないような、なんか狂人っぽい平坦の向け方が。どうする、なんか5番含めたらいいなと思う。なんだから4番を5番を引くことないよって言ってか、4号ロンとか入れたもいいかなと思ってるし、9番な、まあ、7番が死やったら9番にクロス飛ばして8番好きなとこ占ったらいいんじゃない。で3番は言うけど、まあ、グレランにしたかったらしたら別に構わんし、遺言で 黒が落ちたなと思った時は鉄板打ち声ください。で白っぽいなと思ったら3番さんが思った7番8番の2分1あの普通に護衛してもらって構わないぐらいかな。まあ、1番が人間やった時は1番、まあ、今んとこ、まあ、複数電話かけといてあげたけど言葉足らずだよって言うけど、お前やっぱ微妙やね。なんか以上、丸。7番さんが発言します。まあなんか4番8番だった時は5番さんをわっしょいわっしょいってやってんのかなっていう視点が一つあると思ってるのと、まあ僕視点では2番さんがそんなに黒く見えてないんですよ。なんか2番の思考で7番に対して組み取ろうとしてる視点があるから2番8番が見えていないっていうのと、まあ、9番さんが囲われて、なんか7に対して、あんだけ、なんか7に対しての思考を吐き出すのかなと思ってるけど、まあ、一応9番さんに関しては警戒しなきゃいけないのかなって一つ思ってるのと、まあ、俺は実はに1番さんが怪しいと思ってしまったけどね、なんか、1番さんの入り口の中でさ、4番、5番で言ってることがわからないよねって言ってる人物の顔がする。なんか、1番さん目線でさ、4番、5番が出口で人間だったらいいよねって思考がよくわかんなくないって思ったから、俺は素直に1番怪しいと思って聞いて、どうなんだろう。いや、全然なんか申し訳ないけど、4番、8番とかっていう世界線はあると思いますよ。なんか僕は別になんか5番さんが4番さんに言っている要素って僕は納得できていると思ってるし、なんかまあ3番さん、俺視点3番さんはなんか俺結構評価できる観点があったんだから、あんまりそこは納得いってなかったけど、正直な話、3番さんが1番さんに言っている思考っていいなと思ったから、そこは5番さん納得いってないけど、4番さんに対する思考は5番さん納得だなと思ってるから、まあ、単純になんかその8番さんのその思考を聞いたときって8番5番見づらいから、まあ、4番さんか1番さん釣りたいかなの現状かな、現状はね、はい、まあなんか2番8番さんの思考には見えなかったから2番さんの話を聞いてる感じだと思って聞いてるから現状はね、はい、思ってるぐらいです、はい、8番さんが発言します。私グレーで一番気になってたの2番さんだったんですよね。でそこに対して7番がね、2はないな、2はつながらんなって言ってるから、まあ2をかばってる感じに見えるな7はって思いましたね。それで7番さんの発言を聞いてさらにちょっと2が怪しく感じたなっていう印象です。で私がなんでグレーの中で2番さんが一番ちょっと引っかかったかっていうと、まず1番さんが言ってる4号村人だったらいいなは単純にまあ6番さんも言ってたけどちょっと言葉足らずだっただけで、別にそんなに狼の思考を持ってるようにその発言から捉えられるわけでもないし、1番さん別にそんなに色落ちなかったけど1周目なんかそこに対して引っかかるって人が多かったから私はええそうなんだって思った。で2番さんが気になったのは7、8が辛抱だと思うって2番さんは言ったんだよね。7、8は要は狂人じゃなくて霊神と老がいるって言って、でその後に9番さんはちょっと怪しいって言ってたの。2番さんはね9は黒っぽいって言ってて、
じゃあ9黒いんだったら2番さん目線7死んで8黒なんじゃないのってそこまで言ってほしかったかな。それが言えないのはやっぱりちょっと7番さんとつながってるんじゃないのって私はなんかちょっと思ってしまった2番さんに対して。で、3は騎士でしょ？太鼓いないから。で、4号か。4号は、特に2周目も気になるところがなかったんだよね。だから、私はグレランで行くなら2。9番さんが発言します。はい、お願いします。まあ、気になるところは、4番さんと2番さんですかね。まあ、4番さんの方が結構、大きい感じ、気になる要素。で、まあ、理由なんですけど、まず7番、8番を、まあ、新郎っぽいですと。で、5番の色が透けてそうっていう基本的な根本的な考えがあると思うんですけど、なんか極端じゃないと思ってるんですけどね。7番、8番が、じゃあ人狼の時、5番カモにできるっていう視点もできるし、別にね。で5番をが白透けしてるっていう片面しか取らず、人狼の時に5番をカモにできるってこともあるし、6番が5番叩いてるから、7、8が強人の時に、まあ、5番を守ろうとするっていう見方もできると思いますし、まあ、いろんな見方できると思うんですよ。で7、8が、まあ、人狼っぽい。はまだいいんですけど、だけどそれで5番を弾きちゃってるっていうところが、まあ、4番さんの悪いところかなと思っちゃいましたね。7番、8番さんの進路過程があまりにも薄いかなっていうところで5番を弾いたっていうのが、まあ、4番さんのマイナスポイントかなと思っちゃいましたね。で、まあ、ただ2番さんに関してはまだ5番を弾くっていうことは言ってないからまだ保留っていう感じではあるんですけど、これだけで精査材料にはならないと思うんで、まあ、一応3番さんの欄には従いますっていうところですかね。なのでまあまあ2人ともですけどね、まあ誰も思わなかったのか。あなたの発言です。はい、7人あるかもしれないから2釣りで2番の精査はおかしいから。4号の精査を1周目何もしてない人が1番が黒いなんてまず言えないから。4号が何ローに見えてんの？で、1番が黒いの？言わなきゃいけないでしょ？あなたが4番、5番の精査をしなきゃいけないでしょ？普通に1の人がまともな人ですから2番、3番の人だったら1番村でしかないだろ。4番、5番を村で置いて9番も触れてないんだから2、3にしか黒を向けないってことでしょ？そしたら1番でもう2番、3番しか追ってないようなもんだぞ、発言聞いたら。そこで聞いたら2番、3番の人だったら1番なんかもう弾くわ。4号の色が見えてない人でしょ？そこをローで考えてんのって話で。もしかすれば7号が進路で見えてる人かもしんないよ、2番って、ローで。4号の精査が必要なんだよ、まず。2番自体が1周目に。白いのか黒いのかの精査も落とさず、1番がおかしい。あなたの中の精査は？ 4 号の精査が全く入ってない人に、まず1番が黒いって言う資格はまずないから。うん。4号が白いと思ってるのか黒いと思ってるのかも出さないで、1番がおかしいって言ってること自体がおかしいから。2釣り1本。当たり前に2番の色見なきゃいけない。で、4か5の統一。9番はいいんじゃないと思ってる。うん、わからん。今囲われ7を怪しむしてってのも、あまりローでやらなそうな感じはするからね。うん、はい。2釣り。4号って白の可能性はあったんで。うん。わかんないですよ。2周目聞いて、どちらも7を疑ってるから。この展開だと、どこ側が、8番にすり寄ってるローっていうのはあるかもしれないけど、7ローが見えてる。うん。まあなんか、村の流れ聞くと8が真なのかなって感じはするけど、2番釣ります。以上です。2番さんが発言します。はい。まず1番さんは黒いと言っていないことと、まあ4番、5番が、じゃあ、あんま狼追ってなかったんですよね、1番さんって。じゃあ、2番さん番しては、もう1番さんは、あまあ、もし僕が1番さんを黒いって言ってたらですよ。言ってないんですけど、言ってたとしても、まあ、否定できないですよね、2番、3番視点からは。まあ、後続にいる、まあ、あんな4番と5番の発言で、まあ、狼
追えないんだとかって思ってしまうと、じゃあ仮に言ってたとしても僕に落ちではないと思う。僕が黒いって言ったのは9番さんなんで、まあ、5番さんがね4番さんに対して、まあ、思ったこと、あ、なんだろう、あ、まあこれはいいや、これはいいんだけど、まあ、9番に対して僕は視点を伸ばしました。で、まあなんか、なんだろうな、まあ僕多分疑われてた記憶がなくて、8番さんのところまではね。で、8番さんの視点から7番が2番をかばったんじゃないかっていうの、まあでもどうなのな、まあ内容としてはいいのか。まあなんか、まあでも雑感だよ。初日の雑感、別に占い心境もあるし、まあ新郎だったとしても5番の狼はあるよ。あるけど、まあ今見えてる世界としてっていう発言だからね。だから、まあ極端だよね。8番に何求められてるのかわかんないっていう感じかな。まあ、7、8だったら微弱で8が偽に見える。まあでも、4番は7、8の発言聞く前の発言だからね。まあ正直言って、まあ、普通に1落としかなとか思っちゃうけど。まあこれは狼落ちるとかじゃなくて、まあ盤面を詰めるって感じ。1ずり。3番さんが発言します。はい、まあちょっと乱視ではしない方がいいかな。っていうのが結論ですね。皆さんちょっと黒いと思ったところに入れた方がいいと思いますね。最初に言わせていただくと、1周目の一発目の4番さんって僕の中ですごい心象が悪かったんですよね。4番さんって1周目の一発目で霊能出てきたらオラするし、で自分も占い師の話もして、で自分騎士持ってるんで、わかりますよね。この人、騎士でなければおかしくない人物なんで、4番さんって自分でそこを透かしてるんで、すごい印象悪かったんですけど、1周目僕言わなかったんですよ。だから、1番さんが1周目、そこで4号は村っぽいっていう発言が怪しく見えたっていう理由です。今まで隠してましたけどね。で、1番さんは2を今一本指定したんですよ。だから僕は1番さん強靭かなっていう、強靭線を追って、1番さんに2番さんを一本指定したってことは、多分1番さんって強靭だったとしたらですよ、裏で2番さんの村要素拾ってるはずなんで。はい。だから、なんか1、2で黒釣れないような気はしますよ。僕は。はい。1番さんが巨人臭いんでね、それでも1位行きたいというみんなの民意であれば別に1番さん行ってもらって結構ですが、僕は違うとこ投票しますね。はい、以上でございます。ゴリラ進行はちなみに僕嫌いなんでやりません。以上です。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは2番さんです。2番さんが発言します。まあ3番さんにアドバイスしておくと、そういう場合はね絶対こうなるんですよ。票がブレちゃってね。で3番さんがね、そんなに狼視してないところが連れてしまって村が困るっていう状況になるんですね、これね。まあでも俺別に8番が偽だっていう根拠はないからね。まあなんか何求められてんだろうなと思ったぐらいで、まあヒット釣り位置は1だったと思うよ。ただこれで1番釣らないってなるとさ、結構狼じゃないんじゃないかっていう思考が出てくる人たちも多くなると思うからね。まあ落とすんだったら1だったと思うよ。まあなちょっと俺の発言もまともに聞けてないのと、あとまあ4番5番にあの発言でね、いい要素を取ってしまったのであれば、もう何だろう、人間だったとしても初日に落としていい位置かなと俺は思ったからね。っていうぐらいかな。まあ、負けると思うわ、ごめんだけど。夜になりました。そのままお待ちください。
そのままお待ちください。襲撃されたのは3番さんです。4番さんが発言します。なんか5番さん連れでもいいかなと思ったけど、結論まあ8番が詰めたい位置、2番詰められて白結果やる。どうせ霊媒結果はあやんな、まあ、8番のシーンもちょっと考え直さなあかんなって感じで、まあ、クロロラしてる余裕ないから、まあ、1番と5番の話聞いて、まあ、結論投票しようかなと思ってる。まあ、でもな、俺5番黒くて1番あんま黒くないよな。でも2番白いよな。なんかめっちゃ微妙なんよな、これ。わかる ?6 番さん。5番さんが黒くて、1番さんは黒くないね。でも2番さんは白いね。どうしよう。いやー、8番が5黒、7番1黒、2番白やろ、5番7番。7番って、でも初週5番のことクソほど叩いてて、8番かばってて5黒で、1番黒。いや、まあ納得、いやー、微妙やな。いやー、微妙やな。あとさ、9番さん、よく人の話を聞いてほしいんですが、あなた一番理解できないんですけど、2番さんが7番、8番を進路仮定したときに、5番のタッチの仕方、7番、8番が5番に触れてる感じが、7番、8番進路の時に5番の進路相方見えないよねって2番さんに同意しただけで、俺は別に5番さんの進路切ってたわけじゃないんですよね。だしっかりちょっと理解してもらっていいですかね。でまあ、今回はまあ1番5番どっちかいきます。5番さんが発言します。4番さんって狂人ですか。まあ8番さん狼、7番さん神だとは思ってるし、まあ、占い結果から、まあ、8の狂人線は少ないだろうと思ってるから、まあ、グレーに多分狂人いるんだろうなって。4番さん狂人、2番さんはワンチャン狂人の可能性はあると思ったけど、この誰かが主張していた一狂人の世界線はあんまり追えてないかな。どこで拾ったかっていうと、まあ、2番さんはなぜか1番さんを黒としてじゃなく、なんだろう、なんか変な理由で釣ろうとしてたっていうところかな、2番さんのおかしいところは。で4番さんっていうのは、今じゃあ僕の黒い要素ってどこだったんですか。どこでどういう情報更新をされて僕が黒いってなったんですか。その1号、まあ2番さんも含めて言ってたけどさ、7、8で今4番さん発言してたけど、僕が4番さん言ったのは、まあ昨日の発言通り4番さんの発言に違和感しかなかった。まあ3番さんとは違う要素ではあったんだけど、6番さんはどう思います。まあ僕に来てるけど、てかなんで8番さん僕占ってるの。2周目8番さんって4号の発言に対して違和感は取れなかった。でまあ2位つってっていう状況で、いや僕は普通に占わないでしょ。8が死んだったらね、8が本当に死んで狼を見つけたいっていう思考で占い飛ばしてるんだったら、まあ僕は8番さんの2勝知っているけど、まあそんな感じかな。はい、6番さんが発言します。バカ黒いねんけど5番さん、対抗殴りとか、 なんか8番殴りとかじゃなくて1番の黒要素上げないと、占い心理はほんまに聞かなあかんから、7番8番で、まあ、5番はなんかうちは初日から警戒しとって微妙かなって言ってるけど、別に人外だとは言い切ってないからやし、なんで僕占うのとかじゃなくて、多分やけど1番基軸で、4番5番どっちかにして入れたらいいんじゃないかなっていうか、8番が仮に死んやった時って1番心象よくなっちゃうから、あ、じゃあ1番が人間かもしれへんから4番5番で、5番が白くなってるから5番さん占っとこうって占いやと思ってるんやけどね。
え、だからもう2週目で言ったやん、5番さん。4番さんあっても、ジンがやったとしても強靭やでってうち教えてあげたのに、なんで4番さん強靭って聞く必要があるんやろと思ってんねんけどな。え、多分4番は強靭よ。2番の煽り具合とか。占いは、まあ、1週目聞いた感じやったら、7番、8番やったら8番の方が進歩く映っちゃってるよねって、これはまあ初感なだけであるから、ただの感覚やから、ジンが要素でもないし。どうやろうな。多分4番強靭なんよ。で、2番は人間で死んでるんよ。いや、でも2番もあってマックス強もあるんよね。でも、だから全然2番殺してもいい位置なんよな。問題なのは9番がな、仮に4番人間、9番に強靭やった時ってバリしんどいんよなと思ってるから、誰にもね、助け舟出されへんのよな。1番が言ってるのは2、7があるかもしれないから2番殺すよって言ってると思うね。だから2番落としないけど、別にそれ人が寄せちゃうから、腹番の1黒やろ。話聞くよ。はい。よく考えて1号乗らんで、まあ、8番狼、5番巨人とかもあるんじゃない？ワンチャンね。はい。7番さんが発言します。まあ、なんで安定で9番占いせずに1番さん占ったかっていうと、どっちかっていうと村目線で8番が進化もっていう議論が俺はなんかあると思ってたから、7番は黒を狙いに行かないと説得しないと負けちゃうかもなと思ってて、なんで1番さんが黒いかって思ったっていうと、そもそも観点でね、1番はまず2番に対しての発言を捏造してるって思ってるのと、1番がなんか4番が5番とかってなんか8番に対してなんかするよっていう構造があるって言ってるけど、そもそも5番さんとかって4番は確かに8番の方が新っぽいよねって言ったけど、5番さんって普通に8番の印象はいいけど7番に対しての思考もいいよねって言ってる人物だから、そもそも1番って5番とかに対しての精査とかが間違ってるんですね。だから1番が怪しいと思って占いました、普通に。なんか昨日の段階では、例えば4番、8番、狼だったときに、なんか5番さんが4番評価してるか、4番、8番あるのかなと思ったけど、投票でなくなったんですよね、それが。4番、8番、狼だったときって、そもそもじゃあ4番さんは、多分2番さん投票せずに、なぜか普通に5番投票してるから、なんか4番さんが4番、8番だったら2番の思考で邪魔だから、なんか5番投票してる場合じゃないと思って、投票で4番、8番見えないし、なんか9番さんが単体では俺白いと思ってしまったから、だから俺は1番さんが黒かなと思って占いました、普通に。まあ1番、8番で2番釣りたいの思考だと思いますよ、現状はね。だから、なんか1番も8番の思考に合わせて2番釣りたいになったと思います。だと思ってますけど、現状はね。はい。まあ、今日は1番さん釣ってください。以上です。8番さんが発言します。はい、5番さんが黒と出ましたので、今日は5番さんを釣ってください。で、5番さんが狼だというまあ証拠じゃないけど、まあ発言の中から拾えた黒要素としては、5番さんって1番さんのことをあって強靭かなって言ってたんだよね。でも5番さん目線、私が偽確定だとしたら7番さん真ですよね。ってことは7番さんが黒を出してる1番さんって5番さん目線からしたら狼なんじゃないんですか。5番さんからしたら1が狼確定してる盤面なのにもかかわらず、あって強靭もあるかなって言ってたのはどういうことだろうって。それがまあ私から見たらもちろん5番さんは黒なんだけど、わからない人たちからしてもそれは黒要素になると思うんであげときます。6、7が言ってなかったんでね。で、そうだな、まあ私がなんで5番占ったかって5番さんに聞かれたんだけど、私1番さんのことは一貫して狼っぽく見えないっていうのは1日目から言っていて、で4番さんはちょっと強靭っぽいところがワンチャンあるなって思ったので、白出てもうなんかなと思ったんで5番さんにしました。そしたら黒が出たっていう感じですね。それがまあ理由です。はい、私はちょっと1番さんは白いかなって思ってたんで、はい、4号どっちか占おうと思ってました。最初4番さん占おうと思ったんだけど、4番さん強靭っぽくて白出ちゃうかもなって思ったから5番さんに行きました。今日は5番さん投票してください。よろしくお願いします。9番さんが発言します。はい、お願いします。
今日の5番さんの、まあ、自分5番さんの発言は、まあ、黒かったです。5番さんは割となんか自分の視点を落とせず、4番さんから疲れてダメージ食らっちゃったみたいな、あ、黒の打ち方的に、まあ、5番黒いんだけど黒の打ち方的に8番が偽っぽくて、まあ、なんでかっていうと、まあ、8番さん4番強陣に見えたんですよね。で、8-1だったら5番にしか黒打つとこないっていうのは理解できるんですけど、人狼だったら、ただ7番さんが人狼だったら7-5狼で黒なのかなっていう選択肢はちょっと疑問なので、まあ、黒の打ち方的には8番偽かなっていうところはあるんですけど、ただ5が黒いみたいな、まあ、だからちょっと迷ってますけどね。こう1番さんにかかってますね。そうです。あなたの発言です。いや別にこのゲーム普通に5番釣らない方はどうかしてますよ。5番誰も突っ込まないですね。5番はこう言いました、初めの方に。7番が死んだと思うって。はい。5番の中で7が死んだはずなんです。確定の思うに発言になりません。あと8番の言ったことです。5番って7番が死んだら石黒だから4番になんて触れてる余裕なんかないです。はい。はい、だからもうその時点で5番っておかしいってことに気がつかないんだったらそれは村が悪い。うん。俺が力を入れる必要すらないです。はい。こうなら。だから、2番落とせば占い審議間違ってる可能性があって。で、だけど、2慣れてない可能性があって、2番巨人かもしれないから。2慣れだと、ね、あまりに8番の占い師になっちゃうから。だから4か5が、おそらく7の相方ですり寄ってる可能性があったけど、2番落とさないと精査しづらいんですよね。本当にベタな 2-7 だったかもしれないから。で、2番の色が、分かれば、4-5 っていうのも、分かると思ったんで。うん。あ、まあ、もう7番の陣内から黒打たれてるんで。まあまあ、7-5。で、2-4-9 の、どこかに強人がいるじゃないですか。4-5-6-7強人はあるけど、そういうことで見づらくなってるからね。うん。一応4-5-6-0じゃないんで、5番に行ってほしいなと思ってますよ。9番。黒の打ち方というか、もう、1と8が指摘した5番の黒要素を聞いた瞬間にもう、釣るけどね。7番のことを死んだと思うと言ってる人を、村だと思っていた村は負けます。はい。5番釣ってください。5-7-6-6。はい、以上です。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは5番さんです。5番さんが発言します。ああ、よかった。6番さん。7番さんが自首しました。試合終了。